皆さんこんばんは、MKです。レゴマリオ第2弾パート16やっていきましょう。今回でコースマスターチャレンジ完成までやっていきたいと思います。それじゃあ早速作っていきましょう。前回で4番まで作ったので、今回は5番からやっていきたいと思います。10回以上作ってきたクリボーですね。でもそれも今回が最後だと思うとちょっと感慨深いところがありますので、せっかくだから早送りせずにやっていきましょう。感慨深い深いところ特にないか、じゃあちゃちゃっと作ってしまいたいと思います。と言っても本当に今まで何回作ってきたんでしょうか。覚えてるという方がいたらぜひ回数をコメント欄に書いていってください。さすがにいないか。 MK さんの予想はね13回ぐらい。いやそんな作ってないかな、どうだろう。いやでも10回は作ってきたはず。ぜひ数える方は数えてみてください。はい、と言ってる間にクリボー完成しました。最後の顔は普通ですね。そう、クリボーの顔いろんなバリエーションがあったんですけど、なぜか最後は普通。なんで？まあでも逆にいいか、普通に始まり普通に終わるということで、クリボーが完成しました。この辺に置いておきましょう。やり方というか遊び方はもう今更ですね。一回踏んで終わりということで、これは飛ばしていきましょう。よーし、じゃあ今度は足場作り溶岩ですね。溶岩の足場楽しそうじゃない？そしたらまずはこのでかいやつに、トゲをつけていきましょう。お城の足場なんでしょうか、いまいち分かっておりませんが、そしたらわたたたた、あんまりさ、この iPad の上にレゴをねドンって置いたら傷ついちゃうから嫌なんですよね。まあ一応保護フィルムはしてるんですけど、割れることはないか。じゃあ多分大丈夫ですね。あんまり強くやらないようにだけ気をつけていきましょう。なんか最近の iPad とかiPhone ってあんまり割れないよね。なんかさ、一昔前まではさ、 iPhone がこうバッキバキに割れてる人とかよくいませんでした？でも最近全然見ないな。だからもう本当に iPhone とかスマートフォン自体の耐久力が上がってきたんでしょうね。その辺はApple さんさすが分かっていますね。あたたたた、割れないようになっているんでしょう。はい、そしたら今度はなんかあんまり詳しくないけど、ディスプレイの種類とかも変わってきてるんでしょうか。どうなんだろう、強化されただけ？なんか表面のガラスが上がってきただけなのか、もはやディスプレイ自体が違うんでしょうか。いまいち分かっておりません。詳しい方いたらコメント欄で教えてください。いや本当にね、詳しい方いたらコメント欄で教えてくださいって MK さんよく言うじゃないですか。いやそんなピンポイントで詳しい人いないだろうって思うんですけど、毎回ねいるんだよ。やっぱすごい。ネットの世界は広いね。毎回ねちゃんと教えてくれる方がいて、本当 MK さんいつも勉強になっております。なんかたまにはね MK さんもこうね、豆知識というかうんちく的なのを言えればいいんですけど、全然知識がないもので、申し訳ございません。カミカミですしね。そしたら今度はこちら作っていきましょう。まずはここか。はい、丸太をおとととと3箇所、3箇所つけていきます。ここの音とと、こ噛みすぎじゃない、ここを渡っていくみたいな感じなんでしょうか。そしたら灰色の丸太を重ねていきまして、まだ重ねる、高いところを渡っていくみたいなイメージなんでしょうか。まだ、え待て、何個、5個重ねるんでしょうか。あと1個 OK ありました。これが多分最後だと思います。バッテリーがなくなってるみたいですね。ちゃちゃっと作ってしまいましょう。まあ 10% あればなんとかなるでしょう。こうか、こう来て、こう、あたたたたたた、こう来て、こう来て、 OK。 はい、足場完成しました。ポンポンポンと乗っていく感じなんでしょうね。そしたら一旦こちらも置いておきまして、茶色い足場作っていきましょう。 iPad の充電残り 10% か。まあでも 10% あれば10分は持つでしょう。15分持てばとりあえず動画の収録的には大丈夫だと思います。持ってください、お願いします。そしたらここを重ねてもう1個作っていきましょう。まあといっても急ぎはしませんよ。切れたら切れたで面白いという感じでやっていきましょう。はい、そしたらここレンガブロック乗せまして、最後ここを重ねて OK。 はい、これで足場が4つまたできました。結構こういう標準の足場を作る感じが今回多いですよね。そしたら今度は新しいところでしょうか、6番か。よーし、じゃあ6番の袋を開けていきます。
はい、6番の袋を開け終わりましたので、チャチャッと作ってしまいましょう。この甲羅が見えちゃってるから、早くラリーを作りたいところではあるんですけど、そうはいかないみたいですね。先に足場からやっていきましょう。はい、このでかい赤いやつにこのブロックつけていきます。うわ待って、ラリーのパーツ細かいな。あんまり飛び散らないようによろしくお願いしますよ。そしたら今度はここの横、ちょっと飛び出す感じでパーツをつけていきましょう。ここ一マスしか入ってないから、上から押さえないと取れちゃいそうですよ。そしたらこちらつけまして、なんか最近さ、喉にこう痰が絡むずっと喋ってるとさ、喉にこうだんだん痰が絡んでくるんですけど、皆さんどうしてますどうしてますっていうか、こんな連続で喋ることみんなないのか。普通の日常生活をしていたら確かにありませんよね。なんかさ、あの痰切り飴とかってあるじゃないですか、駄菓子とかで。ああいうのをこう舐めれば、もしかしたら喉が通るようになるのかななんて思っておりますが、あの MK さんがね、普段よく買ってるビックスっていう、あのオレンジのさ、ちょっと待って、あるわ、見せるね全然レゴ関係ない、これとどっちがいいんだろうこれビックスっていうあののど飴なんですけど、これをね MK さんは普段よく舐めるんですよ。なんですけど、タン切り飴とかの方がこのタンが絡む現象的にはいいんでしょうか。ちょっと詳しい方いたら教えてください。丸投げ。 MK さんいつもそう、わかんないことあったらすぐコメント欄に助けを求めるんで今後もよろしくお願いします。そしたらはい、ここパーツをつけまして、また飛び出すやつか。飛び出すパーツつけていきましょう。飛び出すパーツっていうと、なんか飛び出す絵本みたいですね。そしたらこの上に、はい、灰色の四角いやつを乗せて OK。でさらに、なんかこれ砦なのか、お城みたいなのを作ってるんでしょうね。ここにトゲトゲパーツを、あれもう一個ないぞ、あった、トゲトゲパーツをつけまして OK。 はい、これでとりあえず、え嘘、もう一個作れないよ。待てそんなパーツはもうない気がする。さっきトゲトゲを一個探すので精一杯だったんですが、こうだったっけ、あれ作り方、教えてくれない。作り方をもう一回教えてくれ。まあ戻ればいいだけの話ではあるんですけど、せっかくだから記憶を頼りに作ってみましょう。こう来てで、この上に、はい、待てラリーのパーツが下に入っちゃう。灰色パーツをつけまして、トゲトゲを2つつけていく、あった、なんとかありました。はい、完成、オッケー、いいですね。これでとりあえず足場パーツがまた完成しました。よーし、じゃあ今度こそラリー作ろうか。もうラリーですよね。はい、次ラリーじゃないんかい。なんだこれ。ブランコっていうかシーソーなのか、滑り台なのか、いまいちわかりませんが、早速作っていきましょう。はい、この長い棒にその椅子。2マス開けて椅子をつけていきます。そしたらツルツル棒。はい、ツルツル棒、待って、2種類の大きさがあるみたいですので、しっかり見ながらつけていきましょう。 OK。 そしたらあたたたたい。そしたら今度は反対側に左右対称になるようにつけていく。で、おっと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 、ちょっと喉が今詰まってしまいましたが、いや喉詰まるんだよな、なんか喋ってると。なんでなんだろう、ちょっと腫れてきてんのかな、ずっと喋ってるから。わかんないね。タン切り飴買ってみる、Amazon に売ってるかな。Amazon に売ってたら、じゃあこの後買ってみたいと思います。そしたらはい、ここツルツルさせまして、今度はこちら、なんだそれ、待てこれだ。これさ、よく見るとほら、ツルツルパーツじゃありませんね。ちょっとこうね、スイッチみたいになってるパーツ。はい、こちらもう一個、もう一個作っていきましょう。もう一個ないぞ、あった、ありました。はい、こちらつけていきましょう。で、これをさっきの隅に2つつけていく。どうなるんでしょうか。そしたらはい、これを上に乗せまして、この上にはい、バーコードがついた足場つけていきましょう。なるほど、こうやって移動させるんですね。ちょっとなんかここが詰まってる感じがするのは気のせいでしょうか。気のせいでした。はい、完成。あとはラリー作るだけか。さっきのやつと組み合わされそうですけども、どう、ラリー作る前になんか映像があったような気がする。映像があった。待てよ、それどこ、こうつけんのか。
なるほど。そこで移動させてコインを稼いでいくと。よーし、あたたたた。よーし、じゃあせっかくだからこれは遊んでいきましょうか。はい、じゃあこちら足場をつけて、早速遊んでいきましょう。よーし、じゃあ早速やっていきましょう。台に乗って左右に揺れると、どんどんコインが手に入ると、なんだか壁に当たった瞬間に手に入ってるみたいですね。これを使えば30秒という短時間でも結構コインが稼げそうですね。はい、そしたらいよいよラリーですね。これを待ってた。これをずっと待ってた。3パートぐらい。待て待て待て。その下に今パーツが入ってしまったので、なんとか救出していきましょう。はい、そしたらまずはこの足に、黄色いパーツを1つ、で、茶色いパーツを1つつけていきましょう。なんだ?それは尻尾がつく場所なんでしょうか。そしたら今度は黄色いパーツ、目とかが描かれていないかしっかりチェックしてからつけていきましょう。そしてここに青いパーツ、あたたたた、青いパーツを1つつけまして、その上に黄色パーツを1つ、はい。これで高さを調整しているんでしょうか。そしたら今度は後ろの方に、3つの長いパーツつけていきましょう。なんか3つって珍しいですよね。基本的にレゴは偶数で構成されているので、こういう奇数系のパーツはレアな気がします。そしたら今度はここくぼみになっているところに黄色い1つのパーツつけていきましょう。そしてその上に、はい、腕がつくような黄色パーツを乗せていく。そして水色の1個のパーツをここにつけて段差を作りましょう。はい、そしたら、これ、サイって言ったけど。はい、そしたら今度はここ、はい、腕をつけていく。お、ラリーがだんだん見えてきましたよ。そしてお、なんだこの緑色、ちょっと変じゃない色、ちょっとだけ薄い感じの緑色パーツをつけていきましょう。はい、なんかちょっと違うよね、今までの緑色とは若干違います。そしたら、はい、ここにも1つつけまして、今度はおっと、手前に水色パーツ、後ろに緑のツルツルパーツつけていきましょう。このツルツル何か意味があるんでしょうか。その段階だと特に意味なさそうですけど、そしたらここに、はい、ほっぺたつけまして、ほっぺた懐かしいな、これクッパジュニアの頃もありましたよね。はい、そしたらここにつけて、あ、なんだそれなんだそれ、灰色パーツをこうつけて、緑色の長いパーツを2つつけていきましょう。なんだ、やっぱりここがツルツルの意味があるんでしょうね。あれ、待てよ、緑色のパーツが1つ足りない気がするぞ。待て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 、そんなわけあるか。下に、はあ、入り込んでた、よかった。入り込んでたのを救出しました。そしたら今度は目、はい、でかい目をここにつけて、さらにその上に緑色のツルツルパーツを乗せていく。これでこの灰色のパーツと段差を合わせた感じですね。あ、なるほど、縦紙がそこにつくのか。この上に、はい、こちら水色のパーツをつけて、段差になるように縦紙を作っていきましょう。いや、この再現度いいよね。そう、今回はさ、ラリーだったけど、今後第3弾とか第4弾が出るとしたら、モートンとかルドウィックとかレミーとかウェンディとか、そのあたりも商品化されるんでしょうか。ぜひ、レゴさん待っておりますので、商品化の方よろしくお願いします。クッパ兄弟揃ったら面白いよね。そしたら、はい、ここに水色パーツつけて、で、この後ろにはめていくと、だったら確かにツルツルの意味がありますね。はい、そして今度は表。はい、あ、待てよ。それさ、ほら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 、星のマークがあるんですよね。レミーには、レミーじゃねえ、ラリーには、星のマークをしっかり見えるようにつけていきましょう。そう、頭の片方にあるんですよ。そしたらここツルツルパーツをつけて、いや、なんか結構凝ってるね、作り。うわ、もう、あと 5% やばい、あと 5% だぞ。待て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 、なんとか充電が切れる前に作っていきましょう。 OK。 はい、そしたら今度は甲羅、あ、これ刺すのか、なんか新しくない、こんなやり方今までなかったですよね。そしたらここ刺しまして、やばいぞ、充電がなくなる。はい、こちらラリーの、あ、ラリーじゃねえ、レミ、あ、ラリーだってる。ほんといつもややこしい、ラリーね、こいつは。レミーが玉に乗ってるやつね。で、これちょっと動いてますが、はい、しっかりつけていきましょう。ケイで、あれ、お腹は、お腹つけた、なんか言われてないけどつけちゃお、言われたのかな。そしたら今度は魔法のステッキ作っていきましょう。こちらダイヤのパーツをはめて、はい、OK。
てこれを持たせて完成。おーいいね、ラリーよくない？いやクッパ兄弟欲しいな、全部ここまで来ると。いやほんと商品化が待たれますね。はい、そしたら次はラリーの倒し方見ていきましょう。クッパジュニアと同じ？どう？はい、こいつを、あ、同じか。1-2-3-4-5-6で倒すと OK。 はい、じゃあ6番が終わったので7番やっていきましょう。これはなんだ？え？あ、コース紹介か。だとしたらこのまま作っても面白くないと思いますので、せっかくだからオリジナルコース作っていきましょう。はい、完成しました。それじゃあ早速遊んでいきましょう。よーし、じゃあ早速やっていきましょう。黄色い土管に入って30秒カウントスタート。30秒しかないので、ちょっと急ぎ足で進んでいきたいと思います。キノコを取ってクリボーを踏んでパタパタを踏んでいく。時間がないとはいえ、しっかりコインは集めていきましょう。そしたら今度は綱渡りゾーンですね。ここはコインの稼ぎどころですので、しっかり稼いでいきたいと思います。そしたらオレンジブロックを踏んで、ここで30カウントプラス、最終的に60カウントになるように調整しておきました。はい、そしたら今度はボム兵ですね。連続で踏んではいくんですけど、ちょっと踏んだら離れないと爆発に巻き込まれてしまいます。キノコを残したままなんとかゴールしていきましょう。はい、そしたら今度はラリーを踏んでいく。ここで大量にコインをゲットしておきたい。オッケー、なんとか倒しました。はい、そしたらここのハテナブロックで10コインをゲット。そして、おっと、時間がないですね。ささっとゴールしてしまいましょう。 OK、 結構稼げたんじゃないでしょうか。50枚ぐらいは取ってたと思うんですけど、はい、今回のコイン枚数何枚なんでしょうか。67枚、結構取れましたね。はい、ということでコースマスターチャレンジいかがでしたでしょうか。一気にレゴマリオの世界が広がったような気がしますね。よーし、じゃあここでセットは終わりなんですが、次回は第2弾の総まとめやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。